いらっしゃいませ。ようこそ如月館へ。当旅館おかみの田淵でございます。遠いところから本日ははるばるお越しいただきありがとうございます。当旅館はその昔森鴎外が小説を書きしたためた旅館としてその名を全国に知られておりまして、今でも森鴎外を敬愛するたくさんの文学ファンが訪れる旅館でございます。それではお客様のお部屋までご案内いたします。こちらでございます。お客様のお部屋は森鴎外があの代表作舞姫を書き上げた部屋でございます。作品名にちなみまして舞姫の間という名前のお部屋でございます。こちらでございます。舞姫の間お部屋の方をご説明させていただきます。こちら舞姫の間オール電化となっております。ご注文などはタッチパネルからよろしくお願いします。部屋の奥にですねロボットがいますので、ご注文とは何なりとお申し付けください。テレビの方はプラズマのハイビジョンとなっておりまして、 BS、CS、スカパー、ネットフリックスが見放題でございます。この他16種類の Wi-Fi が完備されているほか、お休みになられる際はあちらのウォーターベッドでおくつろぎいただけます。あちらのウォーターベッドをボタンを押していただきますと回転しながら光る仕組みでございます。また、窓辺の方にはですねジャグラースロットマシンがございます。どうぞ心置きなく遊ばれればと思います。そしてお食事の方がですね、本日のお食事チキンケバブとなっております。どうぞごゆっくりおくつろぎいただければと思います。風情が感じられないと。さようですか。ごもっともでございます。というのもこの舞姫の間、数年前まではですね当時の木造のままの部屋だったわけでございます。それを私田淵がですね資材1200万円を投入いたしまして劇的大リフォームをしてですねこのような部屋としたわけでございます。と言いますのも私田淵森鴎外が心底憎かったのでございます。森鴎外は死後何年経ってもその存在をしのぶ人たちに囲まれている。愛され続け慕われ続け生きた証を残している。しかし私田淵旅館の女将となった時点でたかが知れた人生でございます。死後10年100年経った時私のことを忍ぶ人間などこの世にはいないでしょう。さすれば私の生きた証は残らない。ではどうする。そう考えた時私田淵は結論を出しました。他人が生きた証をぶっ壊せばいいと。そういう魂胆からですね森鴎外を冒涜することに全人生を注いでまいりました。この舞姫の間は森鴎外ゆかりの部屋ではない私田淵の魂の部屋でございます。私この舞姫の間を冒涜する際にですね冒涜とは何かを必死で考えました。その結果結論が出ました。この世で最も冒涜的なこととは回転することです。回ることはなんだか冒涜的なのです。ですからこちらのお部屋ウォーターベッドは回転いたしますし、ジャグラースロットマシンもございますし、お食事はケバブでございますし、さらにこのボタンを押すとですね部屋が丸ごと回転するわけでございます。